ゲーム業界。四人の守護女神が国を守護する。こことは異なる次元に広がる世界。女神ブラックハートが統治する国、ラステーション。女神ホワイトハートが統治する国、ルイ。女神グリーンハートが統治する国、リーンボックス。そして、女神パープルハートが統治する国、プラネテューヌ。どの国も何度となく滅亡の危機に瀕してきたが、四人の女神たちは手を取り合い、ゲーム業界を守り抜いてきた。そして、現在。四人の女神たちは、とある新作オンラインゲームのベータテスターに選ばれた。そのゲームとは、自分そっくりに作ってみたけど、これはなかなかハマってるんじゃないかな。だってカンガルーのように飛んだり跳ねたりブンブン剣を振ったり、操作は快適そのものだね。さてと、じゃあ早速自己紹介しておこうかな。私の名前はネプテューヌ。プラネテューヌっていう国の女神で、このシリーズの主人公だよ。と言っても、四女神オンラインでの私は騎士見習い。女神のお仕事はお休みってことで、今日から一緒にこのゲームを始める3人と待ち合わせしてるところなんだけど、みんなまだかな。一番乗りとは思わなかった。ゲームだと誰も集合時間に遅れないのよね。ブランは資材なんだ。なんだかナースっぽくて新鮮だね。ゲームは前衛色で遊ぶことが多いから、たまにはこういうのもいいと思って。ねえ、その私の衣装は、ノワールは黒騎士なんだ。もしかして聖騎士の私に対抗意識を燃やしてたりする？別にそんなんじゃないわよ。でもネトゲの立ち回りだってネプテューヌには負けないんだから。まあ皆さん、もうお揃いでしたのね。もしかしてお待たせしてしまった？ヤッホー、ベール、みんな今来たとこだよ。その格好、なんだかエルフ感が溢れてるけど。私は不妖術師エンチャンターですわ。状況に応じて有利な属性をつけることができる。武器はレイピアなんだ。リアルではノワールが剣で、ベールが槍だけど入れ替わってるんだね。やはり皆さんゲームの中では結構イメチェンしていますのね。職業バランス的にもなかなかいいパーティーになりそうですわ。さてと、それじゃあ全員揃ったところで、お茶の間のみんなにこの3人を紹介しちゃおうかなっと。この子はノワール、ラステーションっていう国の女神だよ。ツンデレさんだからかポチキャラ説が流れたりするけど、現にポチではないよね。よかったね、ノワール。なんだかんだ私のボケにはノワールのツッコミが必須なのかも。みんなもよろしくしてあげてね。さてさて、お次はブラン。雪国ルイの女神をやってるよ。読書が大好きで、普段は物静かなタイプだけど、キレると誰にも止められなくなる。あとは控えめな胸のサイズを気にしている模様。ルビーの紳士たちはだがそれがいいって感じみたいだけどね。最後はベール。おっとりした雰囲気に反して私たち4人の中でも群を抜いて、見ての通り圧巻サイズですごくお姉さんキャラっぽく見えるけど、なぜかこの中では唯一妹がいないんだよね。そんなベールはリーンボックスの女神なんだ。温かい5000円をよろしくどうぞ。ネプテューヌ、あなた、それにぼっちがどうとか聞こえたけど、おい、
何が控えめだって。妹？今妹とおっしゃいました？気のせいだよ気のせい。やだなもう。本当かしら。ほらほら、おしゃべりはこのぐらいにして早くチュートリアル終わらせちゃおうよ。あ、逃げた。待ちなさいネプチューヌ。ネプチューヌの言う通りですわね。まったく相変わらずね。私たち普段は国同士で競争することも、パーティーは運命共同体、抜け駆けはなしですわよ。私もと言われても。私もそう。ベールのプレイスタイルについていけるかはちょっとわかんないよね。ご安心なさって、今回に限っては純粋に新しい世界を冒険し、それこそが4女神オンライン運営から。驚いた。あのネトゲ廃人のベール、はあ、私も開いた口が塞がらなくのんびり遊ぶ方が仕事の息抜きになると思うし。ええ、ありがとうノワール。今回のエピソードは今までの4女神オンラインとは、ここは私も初めて冒険する世界ですし、ベータテスターは私を含め全員レベル1。なんお、あれかな、チュートリアルのイベントポイント発見。うわー、いい眺めじゃない。なんだか観光に来たような気。いよいよ新しい冒険の始まりね。さあ皆さん、四女神オンラインの新たなる地平を目指してレッツゴーですわ。おー、伝説的な魔王が降臨した、君も一緒に。知れば